皆さんこんばんは、つぼちゃんでございます。現在の時刻は、5月の22日の12時5、6分ですね。はい、の時間でございます。私5月22日でなんと年齢がですね、はい、24歳となりました。パチ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 、おめでとう私。はい、ということで今日は1日密着をしていきたいと思いますので、今からもう寝るんですけども、さっきまで動画の編集をしとって、で、あっちトイレ行きたいなと思って、トイレ行ったんさ。で、12時ぴったしをね、お手洗いでお迎えするというスタートダッシュということで、そんな感じでやっていきたいと思いますのでね、お付き合いいただければと思います。また次朝会いましょう。おやすみ。おはようございます。現在の時刻が5時半過ぎぐらいですね。はい、今日は安定に日曜日ということなので、朝ごはんをまた作りたいと思います。それは誕生日とか関係ない。で、自分の朝ごはんも今日はちょっと豪華にねしたいなと思ってますので、はい。あー、お腹すいた。バイバーイ。現在の時刻が6時30分ぐらいでございます。特別バージョンの朝ごはんです。いちごね、バナナはいつもやけど、ウインナー朝食べるめっちゃ久々じゃないけど、と目玉焼き、朝目玉焼きも食べんな。わあ、すごい誕生日感満載。これ自分で作りましたけどね。じゃーん、このパンやばない。これ何も塗らんので、ちょっとキャベツ敷いて、その上にチーズと目玉焼きを乗せてみたっていう、なんかすごいコラボレーションパン作り出してしまった。これはもう誕生日やから食べるんですよ。はい、いい香り。ちょっとこの焦げ具合よくない。これいただき。もはやマックのモーニングや。強っ。もうこれで飲むコーヒーもマジでうまい。もうちょっと卵が柔らかくてもよかったか。ちょっと硬い。まあいいか。超絶久しぶりに食べるウインナー。ウインナーってこんな美味しかった。わしの花やで、マジこれ。いちごバナすぎてやばい。美味しかったてかめっちゃ顔むくんでない？なんかこういう時に限ってめっちゃむくんないけど、どういうこと、どういうこと。むくみすぎやろ。24歳むくみでスタートしております。なんて、今から服をさ決めるんやけどさ、どれ着るって感じ。どれ着るってか、まだこの服着たんやけど、やばない？よし、今日これで行くことにした。決めた。カバンは緑のおさむのやつで行こうかな。靴がやばいけど、おかしくないか、こうやって全身で見たら。まあいいか、こんな感じで行こう。今日は暑いから、サンダル見せてみた。で、ナイキのさ、サンダル買った、めっちゃ可愛い。3000円ぐらい、2、3000円ぐらい。安い。
戻ってきました。いっぱい買った、買い物した、イエーイ。今から帰って、帰ったらお、なんか喋ってきた車が。今から帰るんやけど、帰ったらもう誕生日のパーティーをしてもらえるということですので、はい、楽しみに帰りたいと思います。安全運転でね、帰るから安心してください。誕生日24歳ありがとう、ハッピーバースデー、ありがとう、ハッピーバースデー。え、見てこれ、しば漬けやって、しば漬けとポテサラ、うん、しば漬けポテトサラ、しば漬けポテトサラだやって。え、これ TikTok で流行見たのやって、すげえ、知らんの。これ作れるのすげえな、やっぱめっちゃええ匂いやし。お腹すいた。じゃあまずこれが温まる前に先にプレゼントの、やった、交換、交換、え、待って、交換やったらわしもね。交換だ、プレゼントです、どうしましょう。はい、24歳もいた、ありがとう。今入ってないからそんなすごい、見て、あ、え、めっちゃでかいし。やばない、これプレゼント選んでくれるとこナイス。え、梅ひじきのふりかけ、やば、袋の色でわかるやろ、うん、ちょっと良さげ、うん、え、やば、嬉しい。しば漬けのポテトサラダ絶対うまい、いただき、うん、せやろ、うん、食感、うんうんうん、だけで、その、うん、ポテサラ感はすごくある、うん、ああ、食感がめっちゃしば漬けや、うん、シャキシャキしとる、うん、美味しい。え、鹿児島、鹿児島、鹿児島、ふるさと納税の、あく、あ、うま、うん、私は大学何年生全然にみたいな。あれめっちゃハマっとる、そういうのが映像見てないけど、声が一緒の声で、なんか同じ声の人は男性役も女性役もそう、わかる、女の人が男の役するもんな、うん、で、じゃあまだ待ってね、一回上手くなりとるからさ、うん、怒ってる、怒られてはないけど。肉うま、さっとで飲む、すぐ行かんないやな、あの時、そういうの、うん、有吉もすごい人だよな、でも有吉と土だと劇団一人は絶対売れるから、自分土田も言ってたな、本当に生きとるんかと思うような、瀬戸カリーム、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、おー、ハッピーバースデーディアツボちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、ちょっとこれはやばいって、かわいいやろ、やばい、うわ、すげえ、ありがとう、かわいいやろ、うん、かわいい、すごい、かわいいな、めっちゃかわいい、やば、アンデルセン、うん、そうそう、アンデルセンコンデクトライ、すごい、つぼちゃんお誕生日おめでとうね、コンデクトライ、また変なことを撮ったりぐらいで、うん、あー、すごい、ふわふわ、スタンダード、うん、一般的なやつや、うん、それがうまっ、コミュキャルソンとか、あれな、ピースレザーとコラボしてるな、でも、おかしいな、もうほんと白黒ばっかりでさ、うん、はあ、ちょっとお腹いっぱいなのでね、とりあえずご飯をごちそうさましたいと思います。あのおさむのケーキを食べた後に
あの友達がプレゼントを届けてくれて、めっちゃ美味しそうななんかビーフシチューとかなんかめっちゃくれたんやんか。またあの友達からもらったプレゼントとか別の動画であげれたらなって思っとるんやけど、今日もうね今の時刻がもう10時半ぐらいやから、あのもうね今日の5月22日が終わろうとしてるんですけども、なんかさ、まあぼっちぼっち言っとるけど、こうやってあの誕生日祝ってくれる人とかがおるっていうのがね、すごい嬉しい、なんか幸せなことやなって思って、なんかね、あの大事やな、やっぱこういうお友達っていうかさ、こういうあのとつながりは大事やなって思いました。はいはい、じゃあもう今日もお腹いっぱい食べて、あの本当にあのハッピーな、はい、22歳を迎えることができました。でまあね、あの私のことを育ててくれたあのお父お母で、あのまあまあまあ仲良しの弟、はい、あのこんなね、あの家族にあの私は愛されて育ったので、こんな感じになっちゃったんですけど、はい、24歳のつぼちゃんもよろしくお願いします。ということで今日の動画は終わりたいと思います。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、高評価、あとはコメントをしていただけるとね、めっちゃ嬉しいです。ほんまにもうコメントめっちゃ嬉しいんやから、もうコメントしてマジよろしくお願いします。はい、じゃあ皆さんまた次の動画でお会いしましょう。おやすみ、バイバーイ。